いいですか？大丈夫です。自信あります。いや、自信あります。デップチャイは、むやつのいいニューサーを学番はヒュー、ハイホン。とても美味しかったです。 ありがとうございますちょっと一つだけお願いがあるんですけど、はい、ベトナム語を読んでほしいんですよ。はい、いいですか？あ、いいですよ。ちょっとこちらを読んでください。え、この下ですか？はい、これです、これです。これだって日本語じゃない。日本語の方から。ぬろくすごい。もう一回お願いします。はい、ぬろくそ、そーい。学番おい、ひほん。しすけ、じゃろい。ぬ、そーい。これが本当です。え、これ本当です。途中学校。これが本当だった。あ、そうだ。本当です。もう一回じゃあ、もう一回。ぬ、そーい。ぬ、そーい。まあお願いします。はい、キャパンシュリシュラデ、えシュラダ、何？もう一回つなげて。じゃあ、はい、はい、お願いします。はい、あ、キャプシュラダ、キャピューシュラダ、シュラダ、キャピューシュラダ。かくまん、ヘホン。じゃあ正解を言います。はい、カフェスダ、カフェスダ、あ、あこれでスーでだ、スーでだ、はい、ダ、はいはい、で上がります。あ、はいはい、カで下がってカフェスダ。どういう意味ですか？これあのベトナムのアイスコーヒー、ミルクコーヒー、ミルクコーヒー、はい、あ、ミルクコーヒー、はい、甘い、甘い。フェスだ、カフェスだ、カフェスだ、あ、フェスですか？フェスですか？フェスじゃない、いや、ないでしょ。フェスじゃないです。カフェ、カフェスだ、スラダ、あ、スラダっていう、スラダ、スラダ、あ、スラダ、はい、カフェスラダ、あ、いいです、いいです、完璧です。今のは完璧。ぜひそう、ベトナム行ったら次はカフェスラダって言ったら、あの甘いミルクコーヒー、カフェスラ。あ、もう完璧です。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。お願いします。じゃーん、はい、え、売ってるんですか？というか、ニャットバン、ニャットバン、もう一度お願いします。ニャットバン、ニャットバン、各番平本。これ、意味は、あの日本っていう意味なんですけど、はい、日本っていう意味、はい、日本なん、はい、日本です、漢字で書いてある。じゃあにゃ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 っとにゃばん、あ、にゃばん、ちょっと近い、ちょっと近い、にゃ、ちょっと近いです。え、そうなの？はい、ちょっと近い、はい、じゃあ正しい発音を言いますね、うん、僕が、にゃばん、え、にゃばん、にゃばん、にゃばに、違います、最後の発音が難しい。これバンは下からこう上がる感じですね、バン、バンで、にゃにゃとは落ちる感じです。にゃにゃバン、にゃ、あ、いいじゃないですか、せーの、にゃバン、あ、OK です、 OK、 全然 OK です。伝わってます、今のは伝わってます、今のは大丈夫です、はい、にゃばん、完璧です。顔もなく、顔もなく、完璧、顔も動いて、やっぱり難しいですよね。難しい、発音も難しいな、はい、ごーくんのいファタムティンベラッコ。
ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。のの名古ハット、もう一度お願いします。名古ハットナット、名古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 ナット、各番ヘヨホン、名古ナット。本当は、本当はぬいにゃ、ぬいにゃ、うん、ぬいにゃ、もう一回その教えて、ぬいにゃ、ぬいって僕の真似してくださいよ、言います。ぬいにゃ、ぬいにゃ、ぬいにゃ、もうこんな僕の人あのベトナム語を読んでいただきたいんですよ、はい、いいですか。大丈夫です、自信あります。いや自信あります。えベトナム人の方と話したことありますか。ないです。あ、ないんかい。ないんかい。でもちなみに英語とかは、英語もほぼ喋りません。俺英語もできない。でも自信ある。自信あります。どっから来るんだろうその自信は。行きましょう、はい、じゃあこれを読んでください。これベトナム語です。ダプテクワ。あ、もう一回お願いします。ダプテクワ。え？ちゃうかな。え？ダンプル。ディップトライ。ディップトライQ。ディップトライQ。ちょっとじゃあカタカナのルビー振りましょうか。カタカナ。カタカナを僕が書きます。じゃあこれに。こう読みますっていうの。今もベトナム語しか載ってない。はい、そうベトナム、はい。なんか古代文字みたいな。これ読め、これである程度近くなると思います。あ、デップチャイは。ああ、これ近いんじゃない。各番ヘヨホン、これわかるかも。もう一回お願いします。デップチャイは。おお、いいかも。いいっすよ、めちゃくちゃ近いっす、もっと言うと。あ、じゃあ正しい発音いきます。デプチャイ、わーです。わーって上がる感じですね。この上がる、デプチャイは、あ、そうです、そうです、はい。おねえみたいな。デップがこう落ちるわけ。デプ、デプチャイ、わーです。ちょっと言ってみてもらっていいですか。デプチャイ、わー。ありがとうございます。ちょっとデプチャイはこのカメラに向かって一回言ってもらっていいですか。お願いします。恥ずかしいな。デプチャイはありがとうございます。恥ずかしい。あのベトナム人男性が喜んでやってます。はい、デプチャイはって、はい、超イケメンみたいな意味なんですよ。だからもう、今見てる男性はもう、あ、ありがとうって言ってます。嫁にもらってください。まだ結婚されてない。はい、おいくつですか。25です。ああ、いいですね。じゃあもうコメントに書いてください。あの僕と結婚してください。ここ、はい、書いてください。申し込みはこちら、はい、こちらまで。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます Đi qua đất ghê rồi.